ホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。おはようございます。はい、メガル。次のキューティーです。さあ、限定ガシャ。ハバレリーナですね。ネットワークが安定しないです。はあ、メダル1万枚さえ追加。競馬主はなし。5万とか20万とかありますね。これ何になるんでしょうか。楽しみに待っていきたい。お、930ポイント持ってんだ今。 SR ガチャチケット、石、遺品丸像、いろいろありますね。さあ、続きやっていきましょう。カタオトルコライス、すでに戻ってきました。今3月の2週ですね。ドバイか大阪杯。大阪杯かな。ドバイもいいんだけど、特におすすめハートがついてるのが大阪杯なんで、それに乗っていきましょうかね。買っても500枚だけど、あと20周ですか。調子を上げていかねばなりません。ありがとうございます。さあ、こうなるとおっと、なんかフランスパンっていうのがあります。またフランスパンだ。大阪杯に出走です。ジョッキーどうしようかな。あ、武豊がいない。海老名のままでいきましょう。ちょっと思いが。クエストを達成しました。勝負根性を上げていきましょう。またフランスパン。嬉しそう
です。どんだけフランスパン好きなんだ。何か用ですか。512両重いんだ。さあ512仕上げなければなりません。調子が落ちている。感じですよね、言うまではなく。ただプラスゼロのものを、いい感じですね。あ、なんとか何か用ですか。絶好調まで持っていきました。2回スペシャル調教をこなしてるんで、いい線まで行ってくれればいいんですけどね。一番人気 1.2 倍、圧倒的ですね。また落ち着いてるように見えます。ライバルとなり得るのはこの当選上段かな。3番人気になる。あと2番人気フェデラリスト 12.9 倍か。フェデラリストで中山ナイト、ドズキングダムあたりですね。コスモファントムの他にもついてるみたいです。2番人気がフェデラリストか。もう20枚。さあダービー開催ガチャということで、これらが結構もらえますね。まといを手にして大阪杯の発送です。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。さあ飛び出した。ちょっと甘いスタート、いやスタートは出遅れたか。大きく出遅れではないです。先手を取ります。アーネストリー内を通って10番コスモファントム、それから当選上段、そのうち1番ダッツポーテ、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。外を通ってフライングアップル、内を通りましてダリタクリスタル、8番ローズキングダム。どうしたんでしょうか。背景がそのうちに6番フェデラリスト、そしてその後ろからめちゃくちゃもやかかってますね。一番後ろに名称カンパクであります。前の方は完全に固まった10番コスモファントムが先頭です。当選上段がその後ろ、その外に12番アーネストリー、そして内からは中山ナイト、その後ろでやりましょうかダンツポーテイ、そして外からはフライングアップル、成田クリスタルがそのうちにいます。その後ろ5馬身くらいあってローズキングダム、注目は何といってもカタノタルコライス、圧倒的な人気メデラリスト。4番手ですね、上がっていこうとしてます。残り600な名称関白であります。先頭は依然として10番コスモファントム。さあフェデラリストも上がっていったよ。入ってまいります。赤い帽子フェデラリストの方が勢いがある。もうちょっとこれ引き離されてるぞ。うわー圧倒された。負けた。なんとこれは辛い結末。
ただ配当はね、勝った時よりもらえてるんですよね。以上のように確定しました。馬券買ってるからなんですが、レースを終えた馬が戻ってきました。クエストを達成しました。いい感じですね。いい感じですね。何か用ですか？さあ、次の発想が難しいですね。千八ピッチですからね。ビトリアマイルとか。何か用ですか？とは言った方がチャンスあったかもしれない。でも勝ち身に遅くなっているのも確かで、全盛期超えたのかもしれない。飛び込む星が多いですよね。まあ、なんとか次は勝っていきたいと思います。はい、以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ゲスト、ゲーム動画で行こうでした。